私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。ご冒頭の奥野氏、花束を捨てた、と釈明するも反省の色はなし。暴言の理由を説明したのは、試合前にメイウェザー選手に渡す花束を投げ捨てる場面があり、これに批判が殺到し炎上しているため、自身の行動を釈明したものの、再び物議を醸す事態となりました。9月25日に埼玉スーパーアリーナで開催された格闘技イベント、超リジンでの花束投げ捨てが大きな批判を浴びている、ごぼうの党、代表奥野隆史、48。しかし、党の奥野氏といえば、批判をあまりに意に介していないようで、東スポウェブが花束投げ捨てについて直撃したところ、この行為は当日に思いついたものではなく、以前から個人的にメイウェザー選手などの言動に不満を感じていたことを明かしており、話は2018年の大晦日にあった那須川天心とメイウェザーの試合に遡る。メイウェザーは試合1時間前にバンテージを巻き直せとか銀座で買い物したり、体重計に乗らなかったり、すごい舐めたことした。奥野氏はこのイベントの最前列、VVIP1 列席で観戦できるチケットを最高額の420万円で落札し、その特典で試合前にメイウェザー選手に花束を贈呈する権利を得て、リングに登場しました。しかし、奥野氏はメイウェザー選手に花束を直接手渡すことなく、目の前でリングに投げ捨てるという暴挙に及びました。この時会場も騒然となっていました。そして、ルールは譲歩してはいけないのに、主催者は、メイウェザー様、で何も言えない、と持論を展開。また花束贈呈を奥野氏が行うと知ったメイウェザー選手が記者会見を開いて、ごぼうの党の宣伝をしてやるから1000万円払え、と言ったと明かし、対戦相手へのリスペクトがないメイウェザーに対し、誰も文句を言えない以上、やり返すじゃないが、非礼には非礼、無礼には無礼でやっただけ、とその意図を説明したと言います。また、最後に奥野氏は、それでもごぼうの党を知ってくれたらいいなという気持ちでやっている。僕はこの国を何とか守りたい気持ちでやっているだけ、とも語ったということで、自身の行動を正当化しようとしているようですね。大きな注目を集めていたこのビッグイベントに水を差すありえない行動なので、日本の恥とも言えるでしょう。彼のくだらない売名と引き換えに、日本人の品位を著しく損なった責任を取ってほしいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。